さあじゃあ第3話ですね、行きましょう。ほな、お、小春ちゃん、今日も白組応援パフォーマンスについてのミーティング始めるで。ユージが隣でなんかうるさそうな気がするな。お、まだ出てこないですね。昨日は確かパフォーマンスにチアリーディングの要素を入れるのはどうかってところまで話し合ったよね。お、そうなんだね。せやね。参考に男子チアリーディングの動画を見てもらったけど、すごかったやろ。この前テレビで見たのと同じぐらいすごかったよ。飛ぶ演出も派手だったよな。アクロバティックなら俺に任せとけ。お、ガクトもいるね。ガクトも白組か。これ学校ごとに分かれてるのかな。頼もしいね。いや、お、戦国ここなんだ。驚いたよ、男子のチアリーディングってあんなにかっこいいんだね。うん、チアリーディングってどうしても女の子のイメージがあったからさ。つまり例えばこういうことやね。どういうこと？あ、ボンボンだ。なんだろうこれ、なんかかわいいなこれ。正解。そうだね、確かにそんなイメージかも。せや。なにこれもう。ザ・コハルちゃんって感じだなこれ、すんごいな。テニラビのコハルちゃんの絵で一番いいのでは。後ろの藤君も尊いよ。みんなにこれ持ってもらって可愛らしく踊るのはどうや。人によるよ。私が審査員だったらもう絶対白組勝たせちゃう。うん、君ならね、うん、え、俺たちが可愛く踊るの。ねえ、戦国は可愛く踊ってもらいたい側なんだけどね。でも赤組のげんちゃんでも素敵、彼絶対似合うと思わへん。思わへんよ。誰が真田とそのポンポンが似合うと思うんすか。真田とポンポンか。無理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 。ん？真田出てきたよ。なんだ今、背筋を寒いものが走ったような。少々冷房に当たりすぎてしまったか。寒気しちゃってんじゃん。感じるものがあったようですね、真田ね。ま、自分で言っといてなんやけど、どない、ポンポンは抜きにして今回はかっこいい男子チアリーディングってテーマで進めていこうと思うんやけど、どうやろう。あんな、今までのみんなの意見をまとめると、昨日の動画みたいなダンスをかっこよく見せられる方が興味ありそうやと思って。うん、いいんじゃないかな。ああ、俺も今日からアクロバティックにさらに磨きをかけておくぜ。いつも通りだね。そしたらね、こいつはあんまり応援とかの負担なく進められそうだな。なんだろう、テニスの練習しとけばこれにもつながるみたいな、ちょうどいいな。さて、みんな異論はないみたいだね。ありがとう。おおきに、ほんなら決まりやな。ほな。全然ユージが出てこねえ。どうした、お前まさか赤組なんか。ほな、次はどんなダンスや技を盛り込むか考えていきましょうか。うちららしさを生かしつつ、赤組に勝てるような応援をみんなで作り上げてみせましょう。なんか誰かがさ、いやそれはちょっとなーみたいな感じで反論したところを、グレーっつってなんかユージが割り込むみたいな、なんかそういう展開を予想していたんだけど、全然そうならないね。すごいやる気だし。めっちゃウケてる。そんな面白かったか。だと赤組に燃えてるね。もうだって神尾くんもバンダナくんもユウくんも、え、あー、ユウジやっぱ赤組だったんだ。いや出てこねえなと思ったら赤組だったんだね。みんな赤組なんやもの、なんや悔しいやん。白組のメンツに不満があるみたいな、そういうのやめましょうね。行くで。こうなったらいっそ赤組のみんなをギャーンと言い合わせる応援にするで。まさか燃えてる理由ってそれ。うん、本当に困ったもんですよ。なんというか金色くんらしいね。金色くん、初めて聞いたわそんな呼び方。はい、じゃあ第4話。待て、お、もう練習してますね。待て、今のところは動きがずれたぞ。もう一度だ。うはぁ、朝のトレーニング前だってのに結構ハード。大変だ。なんだ、もうバテたのか。はぁ、んなわけないっしょ、まだまだ行きますって。ああ元気ないね。まあ理由はなんとなく察しはつくよ。どうした、調子が悪そうだな。
やっぱりいまいち気合が入らへん。人のせいにすんな。小春がいねえからだろ。小春が敵チームやっちゅうなら、俺は一体誰を応援したらええねん。いや、同じチームだとしてもさ、応援部員同士で応援するわけないからね。なら今は敵チームでも同じチームで戦う金色を応援する気持ちで練習したらいいんじゃないか。おー、難しいこと言いますね。せやな。あー、受け入れた。飲み込みが早い。やっぱ応援するなら小春のためにやな。よっしゃ。やっぱアホやなこいつ。待ってろ小春、本番になったらかっこええパフォーマンス見せたるで。お、水木。すみません、練習が一区切りついたので少し抜けてもよろしいでしょうか。どうした、何かあるのかな。どうした、水分補給か。白組の練習内容を探ってこようかと思いまして。やりやがるな。こいつすごいね、本気ですね。勝つためにはまず相手のデータを知ることが重要でしょう。この場合でもそうなの。そうだな。そうなの。だが今はチーム全体での練習時間が惜しい。あ、練習でパフォーマンスの質を高めることに集中してもらえるとチームとしては助かるんだが。そうですね、君の言うことも一理あるようです。わかりました。あとでゆうたくんや他の白組メンバーから情報を仕入れてみるとしましょう。お、大人な話し合いで解決しましたね。なんだろうこの1ミリも揉めねえな。腹減ってきた。今日の夕飯イクラの寿司とか出てきてくれないかな。いいな、俺もイクラの寿司食べたいな。みんなここ数日ただでさえハードな合宿のトレーニングに加えて応援合戦の練習をこなしているが、そのせいかメンバーの集中力が切れてきているようだな。さてどうするか。ああ、頑張れ。あら、白組の方から勝ち込みに来やがったぞ。おはよう。赤組も朝早くから頑張ってるみたいやね。おはよう。何か用事か。せやね、こっちから伝言を頼まれてしもて。そうか、練習中だし向こうで話すとしよう。おう、どんな伝言なんだろう、気になりますね。ねえ、いや、だいぶ苦労してるみたいやないの。だがみんなはよくやってくれている。だが疲労のせいか気持ちが散漫になってしまうことがあるようだ。わかるで、それうちらもや。あ、そうなんだ、同じことが白組でも起こっているんですね。せやけどこういう時こそ団長の腕の見せどころやね。おお、それはその通りかもしれん。そうだな。なあ、それはそうと、俺に何か用があったんじゃないのか。そう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 、伝言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 忘れないで。コーチたちからの伝言を伝え忘れとったわ。あんな、応援合戦当日に会場になる体育館が前日にも使用できるようになったらしいで。あ、そうなんだ。てか体育館でやるんだ、本格的すぎない。時間を相談して両チーム交代にそこで最終リハーサルをするようにって。あ、そうなんだ。ありがとう。そうか、わざわざありがとう。具体的な時間はまた日にちが近づいたら相談するとしよう。うんうん、ほんな、大変やけどお互い頑張ろうな。ああ、当日はベストを尽くそう。男らしい。なんてスポーツマンシップにあふれる一言なんだ。はい、じゃあ第5話ですね。なんかこのストーリーあれだよね、1話1話がちょっと他より長く感じるんだけど気のせいかな。よし、みんな一旦そこまでにして休憩に入ってくれ。立花さん、お疲れ様です。水どうぞ。おさ、なんかすごい後輩後輩してるね。ありがとう。お前も今のうちにしっかり水分補給しておくんだぞ。了解っす。ん？あれってなんだ？あれとは、おお、怖い。てか平等院ってなんか白組って感じしない？完全にその額のことだけで言っているけど。どうした？ああ、あそこ今日も先輩見に来てたみたいっすよ。ああ、ちょくちょく見に来てるんだね。ああ、そのようだな。あの、赤組の監督役だって言ってましたけど全然俺たちに干渉しないっすよね。うん、その通りですね。うん、でもしょっちゅう練習は見に来てるみたいですし、どういうつもりなんでしょうね。それはいいじゃん。
そんななんかいちいち口出ししてくるとかよりはいいんじゃないの。放置されてるというわけでもないし、なんか見にしてくれてるしさ、そこはありがたく受け取っておこうぜ。うん、真意はつかめないが、何も言ってこないということは俺たちの好きにすればいいってことなんじゃないか。うん、俺もそう思いますね。あのさ、おっと、なんだ、はてなはてなはてなって絶対イブくんだったんだけど、今何してんの。何度も勝手に変な動き入れるなよ、陣形が崩れるじゃん。なんか不穏な感じがしてきたよ。派手にアピールしないで、どうやって白組に勝つって言うんだよ。なんでハテナなの、もうイブと赤やじゃん、なんでハテナにすんの。ん今の声はシンジと桐原、うん、どう考えてもね、うん、何か言い争っているように聞こえたが。だからこういうポーズ入れた方が絶対見栄え良くなるじゃん。ちょっと勝手にどんどん演出をつけられると先に進まないだろう。あ、揉めてますね。はあ、まだ覚えなきゃいけない振り付けも多いのに、はあ、練習期間がギリギリなこととかもっと考えてほしいよな。武士が炸裂してますね。なんだよ、遅れてるのは俺のせいだっていうのかよ。おいおい、二人とも一回落ち着けてな。お、いいぞ神尾、頑張れ。なんだよ、神尾には関係ないだろ。関係ないことはないだろ。関係ないの。俺たちのパートの振り付けの話だし。あ、パート分かれてたんだ。そうなんだ。もうちょっと俺の話ちゃんと聞いてんのかよ。お前たち途中からだが聞こえたぞ、シンジ、桐原。おう、立花さん、どうにかしてください。はあ。あーって、どうした。立花さんなあ、桐原は新しいパフォーマンスの提案をしてくれてるんだろう。なら期間内にできる程度の演出に落とし込めないか、もっと周りと相談しながら進めてみてくれないか、シンジ。あー、折衷案ですね。まあはい、立花さんがそう言うなら。立花さんの言うことは絶対悪いな。桐原も残りの練習期間が少ないことを理解してくれ。おう、へいへい。いいっせ。さて、この後も練習は続くんだ。お前たちもちゃんと休憩するんだぞ。あ、お丸く収まりましたね。おい、あ、まだか。いや、落ち着いたっぽいですね。少しは落ち着いたかよ。ああ、俺だってチームのこと考えて言ってるし、間違ったこと言ってないと思うんだけどな。でも立花さんだって分かってるって。それにお前を信頼してるからこそああ言って任せてるんだろ。それはそうだと思いますね。はあ、信頼ね。はあ、青春してるみたいなノリってどう返したらいいのか困るよな。あんまり乗り気じゃないね、その青春とか信頼とかそういうノリには。ちょ、おい、どこ行くんだよ。ああ、あいつのところ。あ、赤谷と話すのかな。あいつって桐原のところか、大丈夫なのかよ。まあさすがにもう大丈夫なんじゃないかな、知らん。おう、ちとせニッコニコだね。満面の笑みなので全画面タイムにしましょう。はい、100点の笑顔ですね。あのそよぐ音が耳に心地よか。いや、気持ちよさそう。よ、こりゃんところにおったったいね。あんまり遠くに行きなすな、集合の声が聞こえんたい。ああ。キペ、お前もこっち来んね、話聞いて。話聞いてからにして。ベンチでのんびりしちょると気持ちよかよ。お前練習はどうした。たく。人の話聞いとるんか。まったく、本当だよな、自由人すぎんだろ。